さ中高車にてレコードから流れてくる音楽、窓から吹き込む風と日差し、椅子に腰掛けていつものあの手帳を大事そうにめくる。お姉様とテーブル越しに向かい合いながらも暇を持て余した私はわざと行儀悪く机に膝をつく。いいお天気ですね。そうね。そんな私のかまって攻撃を受け流し、静かに微笑むお姉さん。パチリとまた手帳をめくる音がする。今日は休日ですよ、お姉様。知ってるわ。そういえば聞きました?駅前に新しい喫茶店ができたんですって。そうなの?寮の外のことなんて全然わからないはずなのに、なんでそんなことを知ってるの?少し驚いたようにこちらを見るお姉さん。お、興味を引けたかな?しめしめ。あ、購買の出入り業者さんに教えてもらったんです。荷下ろしの手伝いをして差し上げながら、時々世間話をするんですよ。あなたって本当に誰とでもすぐに親しくなれるのね。すごいわ。えへ、それほどでも。それでお姉様。な、うん、褒めてくれた勢いで押し切れるかと期待したのに、すぐに拒否されてしまった。まだ何も言ってませんよ。言わなくてもわかります。せっかく休日なんだから2人でこっそり抜け出してデートしましょうよって言うんでしょ。すごい、一字一句違わない。さすがお姉さん、私のことよく知ってくださってるんですね。ダメよ、あなた。この間も無断外出して寮長に叱られたんでしょ。学校に報告されなかったのは寮長のお情けなんですからね。読んでいた手帳をパタッと両手で落としてから、お姉様はゴツンと私のおでこを指先で軽く引いた。はじいたか。なんでそのことを。あなたが出入り業者さんと仲が良いように、私にだって仲の良い相手はいるのよ。そういえば寮長はお姉様と同じクラスだったっけ。なかったよかった。それはそれとして、さすがに2週連続の無断外出は寮長にだってかばいきれないわ。我慢なさい。はーい。てか一回出とんのかい。それにこんな日だからこそ、好きな音楽をゆっくり楽しむのもおつなものよ。それはそうですけれどね。もっと言っちゃえば、お姉様と二人きりで過ごせるだけで十分な休日ではあるのだけれど。レコードが終わっちゃったわ。新しいのをかけてくれる?はーい、どの曲にしますか?よいしょと立ち上がり、レコード棚に手を伸ばす。黒髪は?お姉様、本当にこの曲が好きですよね。そうね。地歌はあまり得意じゃないんだけど、この曲は好きよ。歌詞がいいわよね。私はちょっと嫌かな、この曲。あら、そうなの?だってこの曲、悲恋かな。うん、っていうか、捨てられた女の歌じゃないですか。縁起が悪いです。案外繊細なことを言うのね。面白い。お姉様、もしかして私のことをバカにしてます?いやーね。私が可愛い妹をバカにするわけないじゃない。そんな風に疑われるなんて心外だわ。釈然としない。そんな会話をしながらレコードをターンテーブルに乗せて針を落とす。スピーカーから流れ出す。暗く、しかし力強い信念のこもったメロディーにしばし耳を傾ける。黒髪の結ばれたる思いよば、溶けて寝た夜の枕こそ、一人寝る夜の、あだ枕。それは固しく、妻茶と言うて、なんて、愚痴な女子の心と知らず、新風吹きたる鐘を越え、夕べの夢の今朝覚めて、昔懐かしいやるせなや。積もると白で、わからん。積もる白雪。あ、まだあったな。恋人に捨てられた女が夜の降る夜、一人でその黒髪をすする、そんな寂しくて悲しい歌だ。そういえば、はい、先週抜け出した時はどこに行ってたの？あ、それ聞いちゃいます？だって私の誘いにも用があるってごまかしてまでどこかに行ってたんでしょ？よほど大事な用事かと思うじゃない。そうでしたっけ？いや、大したことじゃないんですけれど、楽器店に爪は総輪かな。帰り爪は？あ、爪はでよかった。どうしてわざわざ？それこそ2週に一度来てくれる出入りの楽器屋さんに頼めばいいじゃない。違うんですよ。ちょっと選びたかったんです。隣町の楽器店では特別な爪屋が売ってるって聞いて、どうしても見てみたくて。特別の？一体どんな？それをですね、で、いけない、うっかり言っちゃうとこでした。秘密です、秘密。あ、秘密ですって？姉に隠し事なんてひどいわ。ひどいわね。そんなお姉様だって隠し事あるじゃないですか。いつも見てる人の手帳、私に絶対見せてくれないし。これは日記みたいなものだもの。さすがに日記はね。それ以外で妹に隠し事なんてしたことないのに。悲しいわ。なんかコロコロ笑ってふざけて泣き真似してるだけだと分かっていても、そんな風に言われるとちょっと焦ってしまう。とにかく出来上がったら一番にお姉様にお見せしますから、その時までのお楽しみです。まだ出来上がってないの？あ、はい、特注品だったので2週間ちょっと完成にかかるそうです。それはますます楽しみだが。ん？でもその言い方だと、完成したらまた抜け出して受け取りに行くように聞こえるけれど。え、いやー、あははは。笑ってる。大丈夫。やってもとるよ。しまった、ボケそう掘った。しょうがないわね。私から寮長に部の備品購入ということで、外出許可証をもらえるようお話ししてあげるわ。え、それってお姉様とデートに出かけれるってことですか？仕方ないじゃない。予定を聞いちゃった以上、無断で抜け出させるわけにはいかないもの。もう帰りに喫茶店でケーキくらいなら食べてきてもいいんじゃないかしら。そういたずらっぽく目くばせするお姉様に思わず飛びついた。やった、お姉様大好き。抱きついたお姉様の黒髪の香りが私の鼻つきをくすぐる。レコードから流れる黒髪を聴きながら、私はお姉様にはこの歌のような悲しい思いをさせたくないと抱きしめる腕に力を込めた。お姉様は天使みたいに柔らかく微笑んできた。微笑んできたか。それが見つけた。声聞こえてくる。みんな、聞いて。練習部屋に集まっていた部長を除くグループ層のメンバーたちが私に注目した。私はみんなの顔を見ながら自分の決意をはっきりと口にする。どうしたどうした？改まって何かあったの？昨日の今日でこんな話して反発されるかもしれない。でも自分の中で勝手に考えて勝手に悩むのは違うんだって、昨夜のおばあちゃんとの話で気づいた。まずは今の時点での私の気持ちを正直に話して、みんなの気持ちを聞きたい。そう決意して思い切って口を開いた。村木さんのこと部長と大ちゃん先生にだけ任せっぱなしにするのは良くないと思うんだ。その話か。あらあらってなってる。三者三様の反応を見せるみんな。やっぱりレイちゃんはまだスメラギさんに怒ってるみたいだ。そうか、部長たちに任せっぱなしにせず、うちらでやっつけるんだな。やっつけない。違うよ。ちゃんとスメラギさんと話して仲良くなりたいんだよ。なんだ、つまんねえし。つまんねえ。いや。そうできれば一番いいことだとか思うけど、スメラギさんの方があの調子じゃ難しいんじゃないかしら。不穏なことを口走るルイちゃんを眺めながら、レイクちゃんは困ったように首をくしげる。それはそうなんだけど、スメラギさんが理由があってのことじゃないかって思うんだ。だってみんなもあの演奏にはびっくりしたよね。あれは家元の娘だからってだけじゃない。おことのことを本当に好きじゃないと絶対にできない演奏だと思う。確かにすごく上手だったよね。私はすずちゃんみたいに良くないから深い気持ちまでは分からなかったけど、でも家元とかに直々に習ってんだったら多少うまくて当たり前なんじゃねえの。いくら環境が恵まれてたからって私たちと同じ年齢であんなに弾けるようになるなんて、おことのことを本当に好きじゃなきゃ無理だよ。それはそうかもしれないわね。そういう気持ちを持ってる人なんだからきっと分かり合えると思うんだ。だって私たちだっておことが大好きなんだもん。それに同じ学年で同じ部の仲間なんだよ。一人ぼっちで今を過ごしたくない。何より私はスメラギさんと一緒に演奏してみたい。あの音をもっと聞かせてもらってそれで私たちも学ばせてもらいたいの。そう、その機会をね、与えること大事よね。昨日から考えてたこと、自分の気持ちを一気に話してしまった私は恐る恐るみんなの反応を見る。すずちゃんがそこまで言うならやってみてもいいんじゃないかしら。確かにスメラギさんが力を貸してくれて私たちの演奏がもっといいものになれたら、全国で優勝だって夢じゃないよね。まあ、詫びさえ入れるんなら許してやってもいいし、部長を全国大会に連れて行ってくれるならこのくらいは目をつぶる。みんなありがとう。私はみんなに自分の意見が受け入れられたことで心の中でモヤモヤしていたものが洗い流されたような気持ちになった。おばあちゃんの言ってた通りだ。一人で悩むんじゃなくて、ちゃんとみんなに話してみて本当に良かった。それに、ルイちゃんも昨日よりは怒りが和らいでるみたいだ。ルイちゃんは短期ではあるけど、本当はいろんなことに配慮できる子なんだよね。特に部長に対して、ルイちゃんは深い感謝の気持ちを持っている。もともとは陸上部で、高校から総局部に入部したルイちゃんに、手取り足取り、ことを教えたのが部長なのだ。ことを始めて1年と少しのルイちゃんがグループ層のメンバーに選ばれるまでになったのは本人の音楽センスや努力もあるが、不調のおかげという部分も大きい。そういうこともあってルイちゃんの大会へのモチベーションは不調を全国に連れていくということが柱になっている。それに双曲部だけの問題でもないわよね。2学期になって授業が始まってそこでもスメラギさんがあの態度じゃクラスもギクシャクしちゃうんじゃないかしら。みんなと仲良くまではいかなくてもできれば穏やかにクラスの一員になってほしいと思うわ。ああ、うちもスメラギには激おこなんだもんな。考えてみよう。あいつも被害者みたいな女の子じゃないしな。だって親に言われて無理やりこの学校に来てるんだ。態度が悪くなるのは仕方ないよなって。高校2年の夏休み中に転校とか普通は断固拒否しちゃう。それはそうだね。すずちゃんと一緒だけどそこ食えねえよ。まあマヤっちにとってのすずっちみたいな友達がスメラギにもいたかもね。だったらさ、あいつが元の学校に帰れるように例のばあちゃんからスメラギ家に口利きしてもらうとかも悪くないかもな。そしたらあいつも機嫌良くなるだろうし、元の学校に帰るまでの間うちらと一緒に仲良く部活するってのはどうよ。なにうちなんか変なこと言っちゃった。その通りだよ。びっくりした。スメラギさんの気持ちにもちゃんと配慮して。ルイちゃん天才だよ。本当にびっくりした。まさかルイちゃんから具体的な提案が出てくるなんてどんだけびっくりしたね。いい考えだろ。マヤっちはなんか一言余計な気もするけどそのことなんだけど、ゆうこちゃんが手を挙げて何か言いづらそうな顔をした。そういえばうちのばあちゃんも昨夜そんなこと言ってたな。次長はそういう全時代的なしがらみが一番嫌いなタイプだって。愛ちゃん先生はすがら何だっけすがらみすがらみちゃん何だっけすがらぎそうすめらぎ家すめらぎ家と交流を持つことは学校としてもプラスと言ってたけど、理事長が反対してたってことになると話が全く違ってくるような。最初はね、転校してくるすみらぎさん本人が乗り気じゃないって聞いて、それでおばあさんも本人の意思を尊重したいからって言ってお断りしてたそうなの。でも途中ですみらぎさん本人が気が変わったらしくて、そちらでお世話になりたいって申し出があったから。ああ、それでやったな。親に無理やり言わされたとかじゃねえの？おばあさんもそう思って本人と面談したんだって。で、嫌ならこっそり言いなさい、私が取りますからってすみらぎさんに言ったそうなんだけど、でもその時はっきりと自分の意思でこの学校に来たいって言ったそうよ。そうなんだ。じゃあるいちゃんのアイデアは使えないね。すめらぎさんが無理やり転校されたことで腹を立ててるっていう前提から違ってたことになってしまう。でもそれじゃあどうしてすめらぎさんはなんなんだよ、あいつわけわかんないし。希望して転校してきたならもっと友好的な態度ってもんがあるっしょ。違うところに目的があったからちゃうか。すめらぎさんは昨日宣言していた通り部活にも参加しないつもりらしい。かといって学校に来ていないわけでもないそうで、防音室にこもって一人で練習を続けている。時々休憩のためか一人出て校内を歩いたりもしてしそうだ。顔を合わせる人に会釈くらいはするけど、一切会話はしない。と1年生の子が言った。とにかく、私もすずちゃんの方針には賛成ではあるんだけど、あまり先走って考えても仕方ないんじゃないかしら。部長や先生の考えも聞いておいた方がいいと思うし。それは、そうだね。それじゃあ今はさ、とりあえずグループの練習しようよ。まずは自分たちの目の前のことに取り組もうぜ。またるいちゃんが正論を。また出てきた正論。驚きすぎじゃね。今日のマヤッチはちょいちょいうちを土下座してくるな。水の変態の意味を知らなかったるいとは思えないわよね。そのことは忘れろ。いや、力ずくで忘れさせてやれ。先走っても考えてもダメか。確かにそうだよね。すめらぎさんが何を考えているかなんてわからないのにまた決めつけちゃってた。やっぱり一度本人ときちんと話してみないとだな。仲良くなるにしてもまずはそこから始めないと。あ、うん、そうだね。るいちゃんの言う通りまずは練習だね。早速みんなで合わせよう。仕上がってるんだね。うん、間違えずに弾けたと思う。ね、すずちゃん。うん、そうだね。お昼だし、ちょっと一回休憩入れよっか。私、少し外の空気吸ってくるよ。それじゃあ、私は飲み物を買ってこようかな。うちのもお願い。タピオカミルクティーのタピオカメガ盛りで。学校でそんなもの売ってるわけないでしょ。タピオカミルクティーでどんだけ今時やねん。いや、それそうか。女子高生やもん。一やっぱり具体的なことがわからないよ。今日の練習を聞いてみても、やっぱり私たちの合奏には音のまとまりが欠けていると思う。ただ具体的に何をどうすればそれが良くなるのかはわからない。昨日、スメラギさんは曲への解釈の違いと演奏に対する姿勢がバラバラだって言ってた。あの後、曲の解釈についてはみんなで話し合ってみた。だけどその結果、演奏が良くなったかというと、それに演奏に対する姿勢というのはもう全然わからない。スメラギさんはやる気の感じられない音、自分を偽る音なんて言ってたけど、それは誰の音のことなんだろう。私たちの中にやる気がない人なんていないと思うんだけど、具体的な問題点がわからなければ直しようがない。スメラギさんに詳しく聞いてみたいな。やっぱりもう一度何するな。すっごい驚いてる。いつの間にか目の前にニコニコと笑みを浮かべた部長。考え事しながら歩いててから全然気がつかなかった。眉間にしわ寄せて、何を考えてたんだい次期部長くん。いえ、そういえば部長の方こそ午前中は何してたんですか？ああ、それはね、次期部長には共有しとかないとだね。スメラギさんのことでかいちゃん先生と話し合ってたんだよ。え、それで話はどうなったんですか？いやー、それがね妙案は出ないという事態が事態が悪化。ことほど困ったというように、部長は自分の頭に手をやる。事態が悪化って。今朝になって団体操で出場予定の子たちがね、スメラギさんをメンバーに入れないでくれって言ってきたんだよ。え、そんな。仲間を尊重できない人とは一緒に演奏したくない。スメラギさんが出るなら自分が外れるとまで言われちゃってさ。先生も真剣に受け止めてるんだけど、ただ団体層からスメラギさんを外すってわけにもいかないらしくてね。放送大会に彼女を出場させるのはスメラギ家との約束になってるから、かといって出場応募の締め切りもとっくに過ぎちゃってるから、独創部門で出てもらうってわけにもいかないしね。どうしたもんかなって。ショックだった。うちの部から誰かを排出かなをしようという動きが出てしまったことだ。総局部は部長の真剣に楽しくというモットーのもと、みんなで音を楽しむという姿勢を大切にしてきた。部員たちもみんなその姿勢に共感して、団結力とか仲の良さとか、そういったことが部の自慢だった。部長だってショックのはずだ。こういう人だからタイトルには出さないけれど、総局部をそういう部にするために部長がどれほど努力してきたか。これまで部長とみんなで築き上げていた部活がスメラギさんを結局に崩れてしまおうとしている。ちょっとそんな顔しないでよ。何にも打つ手がないってわけじゃないみたいだしさ。ほらこれ。そう言って部長が折りたたまれた支援を差し出した。でも今朝練習前に琴詰めが1本見当たんなくてさ、ロッカー探そうと思って開けたら入ってたんだよね。ほら見てみて。紙片を受け取り、開いてみる。少し黄ばんだ年代を感じさせるエンボスの衣装のついたノートの切れ端らしきものにはととろっとして何か書かれている。お話がありますので、昼休み中かな、旧校舎前でお待ちしております。スメラギアリカ。これ、スメラギさんから部長への手紙ですか？なんでわざわざ旧校舎なんかに。他に誰もいないところで私と話がしたいってことじゃないかな。で、この機会にスメラギさんの胸の内をしっかりと聞かせてもらおうと思っててさ。それ私も一緒に行っちゃダメですか？私私もスベラギさんと話したいことがあるんです。おお、そっか。でも気持ちはわかるけど、ここはこの老人に任せてはくれんかな。老人じゃねえでしょ。部長はおどけた口調で私の頭をポンポンとなでる。一応これ私のロッカーに入ってたわけだしさ。それなのに鈴を連れていくとまとまる話もまとまらないかもしれないじゃん。今日のところはまず私が話してみて、その後で鈴やみんなとスメラギさんが対話できる時間を作れるようにするよ。嫌な予感しかしねえ。だから今日はちょっと部活に顔出せないかもしれないけど、スメラギさんのことは私に任せてくれないか。次期部長には私のいない間の部活を託すからさ。部長、いや、ここ、いや、来たわ、これ。ちょっと待って。どっちを。嫌です。あるからな。時間制限はあるから。一人で行かせると良くない気がすんだよな。すっげえそんな気がする。嫌です。お願いします。私も連れてってください。身体困ったというようにうなり声を上げる部長。わがままを言って本当にごめんなさい。でもなんだか胸騒ぎがするんです。今絶対についていかなきゃいけない。そんな気がする。すずがこんなに強く主張するなんてめったにないことだしね。じゃあ一緒に行こっか。すみません、ありがとうございます、部長。いいよいいよ、スメラギさんとのお話、サポートよろしくね。だって基盤でんねんで。絶対やばいやん。来てみたのはいいものの、スメラギさんいませんね。昼休み中は待ってるって書いてるのにな。もしかして私が一緒に来たからスメラギさん帰っちゃった。それが困ると慌てて周囲を見回していた時、どこからかお琴の音が聞こえてきた。力強いメロディーだけど、どこか暗く寂しげな。これ聞こえますか？お琴の音。ん？あ、言われてみれば聞こえるような。さすがにうちの部室からじゃなさそうだけど、どこから？あ、あそこ。音の発生源を探して周囲を見回していたとき、その時、2階の角部屋、前にスメラギさんを見かけたのと同じ部屋が発生源だと気づいた。あの部屋から音がしてます。もしかして、スメラギさん？おお！旧校舎前って書いてあったのに、中で待ってるとは。そういえば、この間たまたまスメラギさんを見かけたことがあったんですけど、その時も、旧校舎に入ろうとしてました。マジか。じゃあやっぱりこの音はスメラギさんなのかな。違うな。なんで旧校舎の中でお琴弾いてるのかわからないけど。違うな、それはセンスやな。そのスメラギさんのセンスですな。おそらく旧校舎は立ち入り禁止の場所。それもただ禁止されているわけでなく、老朽化による危険が禁止の理由で、過去には実際に気がりも出ている。スメラギさんが私の本気を試してるって。それともよっぽど他人には聞かれたくない話なのかな。いや、単純にここが危ないって知らない線もあるな。見かけた時にもここは怪我人が出てる危ない場所って説明したんですけど、じゃあやっぱり相当聞かれたくない話っていうことかな。どのパターンだったとしても、スメラギさんをあそこに放置するわけにはいかないよね。よし、行くしかないな。はい、お供します。お供します。お供アイルーのようにお供します。怖い怖い。床を見抜かないよう、恐る恐る慎重な足取りで2階の教室を目指す。外からも聞こえていた琴の音が近づくにつれてはっきりと音楽として認識できるようになる。これ黒髪だよね。昔は練習曲としてよく弾いたな。懐かしい。つめらびさんも練習してるのかな。いや怖い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 。どうなんでしょう。ヒヤッとしたでしょ。つめらぎさんの弾き方のようにも聞こえるけど、レコードの音のようにも。あ、この教室ですね。よーし、それじゃ中に入ろっか。やはり部長も少し緊張しているようで、覚悟を決めるためか自分の行動を宣言してから教室のドアに手をかけた。すめらぎさん、竹沢部長だよ。入るよ。ドアは古い引き戸だが、特に立て付きが悪いということもなく、部長が腕に力を入れると簡単に開く。教室の奥、窓のそばで佇むすめらぎさんの後ろ姿が見えた。すめらぎさん、お待たせ。ねえ、ここってすっごく危ないんだけど、知ってる？よく来てくれました。え、誰？怖いんだけど。そう言って振り返ったすめらぎさんは、これまでに見せたことのない穏やかな表情を浮かべている。よかった。やっぱり仲直りしてくれるつもりになるかも。いや、その前にね、見ましょう。制服。あれ？すめらぎさんがお琴を弾いていたわけじゃないんだ。じゃあこの曲はどこからと考えた時には、もう先ほどまで廊下に響いていた音は聞こえなくなっていた。そりゃあ来るよ。部員の気持ちを受け止めるのは部長の仕事だからね。つめらぎさんだってうちの部員になったんだから。何？にこやかに笑いかけながらつめらぎさんに歩み寄った部長が突然足を止める。そしてそのまま突っ伏すように教室の床に倒れ込む。部長！驚いて部長のもとに駆け寄る。部長は自分の喉元に手をやりくりそうにかきむしっていた。そして喉元には白い糸のようなものが。大変！すめらぎさん、手伝って！それすめらぎさんじゃない。それすめらぎさんじゃない。昔の先祖の霊や。部長の首に巻きついた糸に手をかけ取ろうとするが、とてもきつく巻きついていて、緩む気配もない。それどころか、引っ張れば余計に部長の喉を縮めてしまう。みるみるうちに部長の顔が青ざめていく。このままじゃ窒息しちゃう。すめらぎさん、早く手伝って！いや、助けを呼んで！やばい！ああ、ああ、ああってな。すめらぎさんはまるで部長の異変が目に入っていないかのように、さっきと同じ穏やかな笑顔を浮かんでいた。いや、まるで状況を面白がるように、その瞳には暗い光が宿っている。あなた、すめらぎさんじゃな。あっ、次の瞬間、何かが私の首を締め付け、声が出せなくなる。慌てて喉をかきむしると、部長の首に巻きついているものと同じ糸らしきものが私にも巻きついていることがわかる。おことのそれ以上は何も考えられなくなった。目の前が暗くなり、すめらぎさんの姿も見えなくなる。自分の手足が激しく痙攣して床を叩いた。真っ暗な視界の中で光が瞬いたような気がした。全身の苦しさが徐々に遠ざかっていく。何もかもがおぼろげになり、そして何も考えられなくなる。え？死んだー！ゲームオーバーなんだって。ロードしような。そういうところやな、本当に。任してくださいね。こっちなんやらね。ごめんやぶしょー。やりました。部長の留守中は任せてください。ありがとう。それじゃあちょっと行ってくるね。ちょっとじゃない、もう。はい、いってらっしゃい。怖い。私は手を振って部長を見送る。確かに部長が手紙を私に見せたと知ったら、つめらぎさんは腹を立てるかもしれない。ここは部長に任せておくのが正解なんだと思でもやっぱり気になる。スメラギさんは部長と何を話すつもりなんだろう。もしかしたら昨日の一件のことを謝りたいとか。もしそうだったらきっと和解できる。そしたらみんなもスメラギさんのことを受け入れてくれるはず。けどダメだな、私。他人の気持ちを勝手に想像してあれこれ考えたって意味ないって昨夜おばあちゃんに言われたばっかりなのに。でもやっぱり気になるものは気になる。もしかしたら二人の話し合い次第で総局部のこれからが全て変わってしまうかもしれない。そうだ、ついていくのがダメでも遠くから見るだけなら。校舎の屋上からなら旧校舎の前が見通せるはず。会話している声は聞き取れないだろうけど、せめて二人の様子を見守りたい。ごめんなさい、部長。約束通り留守中の部活のことは任されましたから、どうか昼休み中だけ許してくださいね。ああ、まさかなゲームオーバーになると思ってなくてびっくりしたわ。階段ダッシュきつい。階段を駆け上ったのはきつかったけれど、そもそも今は夏休み中の暑い盛りになるな。全身から汗が吹き出すのを感じる。だが屋上の戸を開けると、風が頬に当たってわずかばかりの涼をもたらしてくれる。とその時、屋上に先客がいるのに気づいた。まずいな、旧校舎を覗いてたりしたから変に思われちゃうかな。え？そこにいるの？スメラギさん？さて、来てみたのはいいものの。部長！やばい、逃げろ！呼び出された旧校舎の前には誰の姿も見えない。昼休み中はここで待っているということだったけど、周辺を見回しているとどこからか音の音が聞こえてくる。これは懐かしい。黒髪だね。子供の頃よく練習したな。でもこの曲どこから？やばい。いるよ。音はマリノの頭上から聞こえてきていた。まさか旧校舎の中に誰かいるのかと視線を上げてみると、2階の角の教室の窓に誰かがいる。それはマリノを呼び出した手紙の主、スメラギアリカだった。違うんだよな。何ですか？旧校舎の前って書いてあったのに、なんかこれは困ったぞ。旧校舎は立ち入り禁止の場所だ。それもただ禁止されているわけでもなく、老朽化による危険が禁止の理由で、過去には実際に怪我人も出ている。受験生としても、夏休み明けの大会に臨む総局部員としても、今こんなところで怪我をするわけにもいかないのだ。スメラギさんが私の本気を試してるとか。それともよっぽど他人には聞かれたくない話なのかな。あ、いや、単純にここが危ないって知らない線もあるな。いろんな考えがマリノの頭の中を巡り、しばらく沈死する。だが、最終的に彼女は旧校舎の中に入ることにした。どのパターンだったとしても、スメラギさんをあそこに放置するってわけにはいかないよね。よし、行くしかないな。ああ、死んじゃったね。マリノ、お前よくとは忘れ、本当に忘れ。この学校の屋上は、稼業時間中は基本的に開放されている。物干し場としても使われており、夏休み中も運動部が選択した練習着を干していたりする。休憩用のベンチも置かれていて、生徒たちの憩いの場ともなっているのだが、今日もそのベンチに腰掛けている生徒がいた。スメラギさんだよね。うん、やっぱりそうだ。一瞬疑問を感じたのは、彼女がこれまでに見せたことのない表情をしていて、まるで別人のように見えたからだ。先日私が拾って届けた手紙を、手帳を胸元で広げ、中宮を呼びながら爪の傷も笑顔を浮かべていた。ほんのかすかな微笑みだけど、とても穏やかで柔和で、そして綺麗な笑顔。あなた。あ、はい。私が屋上に上がってきたことに気づいた爪の傷さんは、手紙を手帳としていつもの能面のような表情に戻ってしまう。何のよう？のぞき見とか後をつけたとかそういうわけじゃなくて、私も屋上に用事があってたまたまで。別に何か悪いことをしたわけでもないのだけど、ついつい詰められているような気がしてしどろもどろになってしまう。まあ部長とスメラキさんとの約束をのぞき見しようとしたお意味があるからなんだけどって。あれ、スメラギさん、部長との約束はどうしたの？部長さんとの約束？何のことを言ってるの？え？だってスメラギさんが部長を手紙で呼び出したんじゃないの？何のことだかさっぱりわからないけど、何かの勘違いじゃないの？私の方からあなたたちに話すことなんて何もないわ。これで話は終わりと言わんばかりにスメラギさんが立ち上がる。ちょっと待って、スメラギさん！部長との約束のことは置いておくとしても、今、スメラギさんに確認しなければならない気がした。彼女が大切に抱えているその手帳の。まだ何か用なの？夢で見た、なんて言っても変な子だと思われるかもしれない。だけどどうしても確かめたい。どうして私に夢でスメラギさんが出てくる。私、その手帳を知ってるの。何ですって？今にも屋上から立ち去ろうとしていたスメラギさんが足を止め、私の方を振り返る。本当なの？私その手帳を、スメラギさんのことを知ってるの。それどういう？突然空気が張り裂けるような悲鳴が響いた。私もスメラギさんも思わず身をすくませた。何？今の悲鳴。今のマヤちゃんの声。ごめん、話の続きは後で。ちょっとじゃねえし、胸騒ぎがする。あの悲鳴はただごとじゃない。マヤちゃんの身に何かがあったに違いない。私は悲鳴が聞こえてきた旧校舎に向かいひたすら走った。部長だー！マヤちゃん！どうしたの？何があったの？旧校舎に向かう途中、涙で顔をぐしゃぐしゃにしたマヤちゃんを見つけたので急いで駆け寄った。落ち着いて、マヤちゃん。何があったの？わからないの。部長がどうしたの？マヤちゃん、しっかりして。旧校舎の方に何人か教師が走っていくのが見えた。とにかく私も旧校舎に行こうとマヤちゃんを抱きかかえるようにして走る。人だかりの中で先生の声が聞きした。周囲の職員たちはしきりに携帯電話でどこかに連絡をしている。先生の傍らでルイちゃんがへたり込んで放心している。それを支えるようにしてレイクちゃんが寄り添っている。そして乾燥した校庭の地面が赤い血で濡れている。そして下張りにと散乱したガラスの冬の中央に、まるで糸の切れたウェズリ人形のように。周囲の音が遠くなっていく。何かしらけど頭のどこかで考えているのに、体の力が抜けてその場に浸り込んでしまう。あまりのことに感情が麻痺してしまったのか、体が動かないのになぜか頭の中はひどく静かで。部長の体にはなぜか白い色が巻きついているのが見えた。そして左手にはあの手帳の切れ端が握りしめられていた。部長、やべえ、なんか泣けてくるんやけど。